ITIP プラットフォームケイロスの解説動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではケイロスの機能拡張について解説します。ケイロスをウェブブラウザから制御するための機能が REST API です。実際にこちらのノート PC からこのケイロスコアを操作してみましょう。 Google Chrome や Microsoft Edge などブラウザからケイロスコアの IP アドレスプラス1234でアクセスします。ログイン画面でデフォルトの ID とパスワードを入力します。はい、ケイロスコアに接続しました。この REST API 画面でバックグラウンドの素材を変更してみましょう。ご覧のようにノート PC でケイロスを操作することができました。 REST API からはクロスポイントの操作、オグズのアウトプットの出力ソース変更、マクロの実行、マルチビューアーのレイアウト変更、シーンのソース変更などをすることができます。この機能を使用することでネットワークがつながっている環境であればどこからでもケイロスクリエイターやコントロールパネルがなくても操作可能です。ケイロスはソフトウェアの追加によって容易に機能を拡張し外部デバイスと連携することができます。そのためケイロスを積極的にサポートしていただけるメーカー、サプライヤーと連携しより統合されたシステム制御連携を図るための技術協力なども行ってまいります。今後もパートナーを広げてまいります。Panasonic